金華石膏山は台湾北部の二北市随薫区にあった金鉱山。かつては東北アジア第一の金山と呼ばれ非常に栄えた。現在は廃坑となっているものの観光地化されている。ここでは鉱脈発見に伴い生まれ鉱山と共に発展した金華石の町についても合わせて記載している。金華石の町記録によれば 当時の金化石の山の標高は、海抜約660メートルで、現在よりも80メートルほど高かったという、直径100メートル、近い巨大な円筒型の岩山がそびえ立っていたことになる。その巨岩が、ウリのような形をしており、また金を多く含んでいたので、金のウリの石すなわち金化石と呼ばれ、それがそのまま地名となったと伝わる。台湾の言葉で、 カボチャのことを金貨を呼ぶが、金貨石の山が、カボチャのような形をしているので金貨石と呼ぶのだ、というのは誤りである。1890年、キールン川にかける鉄道橋工事の最中、作業員によって渓流から砂金が発見された。イゴサルソから、コアラコウケイ、オオアラコウケイに沿って上流への鉱脈探索が進められ、1893年には9分にて、 金鉱発見、一躍ゴールドラッシュの様相を呈した。翌1894年には、金化石でも金鉱が発見されたが、当時日清戦争などで、新国政府は、鉱山の管理どころでなく、ほぼ放任状態だったという。日本統治時代の金化石1895年、台湾の統治者となった日本政府は直ちに、金鉱採掘禁止令を敷き、 翌1896年には新しく工業、管理規則を発布した。それと同時に、黄色に山山頂を境として一帯が、東西に分けられ、東の金華石は、田中長兵衛の田中組に、西の随薫は、藤田伝三郎の藤田組にそれぞれ採掘権が与えられた。田中長兵衛は、現場の責任者に、小松二三郎を任命。内地から、 多数の日本人技術者を招聘して、意鉱山の運営に力を注ぎ、金貨石膏山は、数年足らずの間に著しい発展を遂げた。記録によれば、1898年頃の金貨、石膏山の採掘府は全て日本人で、計130人に達し、運搬、雑役などを務めた、台湾人交付の総数120人によりも多かったという。1902年頃には、 金貨石膏山の年産金量はすでに2万両を、越すまでになっている。1904年6月に、獅子岩の麓で豊富な流飛動校が発見され、金貨石は金ばかりでなく、動校としても大規模な交渉であることが、明らかになった。この新しい交渉は、当時の公主二代目、田中長兵衛と義士長、小松二三郎の名前を一字ずつ取って、超人飛交渉と命名された。 田中長兵衛は、水南堂道に、乾式精錬所を建設して、素道を精錬させ、1913年には、キールン炭鉱の所有者でもある、木村久太郎から台湾産金山の一つと言われた、ボタン鉱山を26万円で買収。これを、金華石鉱山と合併し、大いに業績を上げている。1914年当時の従業員数は、日本人599人。 台湾人169人で別に下請け交付が2000人近くいたという。第一次世界大戦後の不況で1918年頃から不審に陥った田中長兵衛は当時の議市長田中清や新興実業家の高級慎太郎らと共に会社を株式会社化。田中鉱山、株式会社としてその社長に就任し、台湾の鉱山経営は高級たちに一任した。 その後、田中清は、水南道の同性連所を1923年に閉鎖して九州は、大分の佐賀の関製連所に売却を決めた。当時の生産量は年平均で、金1万千両、銅700トン程度であった。鉱石は、キールン山の峠を越えて船積みされ、内地、大分まで運ばれて、佐賀の関で精錬された。 1922年には翌年台湾に行行する皇太子を迎えるため、二代目田中長兵衛により、日の木作りの日本家屋、大使品館が建てられる。情勢変化のためか皇太子が金華石に訪れることはなかったが、後に他の皇族が宿泊したと言われる。1925年は秋、二代目長兵衛の後を継いだ田中長一郎より株式を譲り受けた。 高級新太郎が金化石膏産株式会社を創設、そちらに経営権が移る。金の生産は折り坂になっていたが、高級は機械化採掘法を導入、また新しい交渉の開発にも力を入れたため、生産量は V 字回復し、1930年の金の生産量は33,800円を記録し、同 金その他を含む営業額は400万円を上回った。1933年、かねてから海外の鉱山の経営に手を伸ばしていた、久原久之助の日本工業は、現金株式合わせて、当時の金額でおよそ2000万円を支払い、高級新太郎から金貨石鉱山を買収。その頃働いていた日本人をすべて挑戦など、他の鉱山に移転させ、代わりに、 日本工業の持ち山から400名余りの技術者を選抜し投入した。クハラは資本金1000万円で台湾工業株式会社を設立、増資に次ぐ増資で1935年には1年に荒香料100万トンを処理する名実ともに東洋一を誇る大鉱山を誕生させた。金化石は最盛期の1930年代半ばには 住民1万5千人を数えるまでなり、1936年の採掘量は、金5トン、銀15トン、銅1万1 0トン。1938年頃の産金量は7万両を突破し、1939年の従業員数は9448人に膨れ上がった。戦時の非常事態成果で、政府は軍需要の金と銅の増産を奨励したが、 戦争の影響から労働力が欠乏したため、1942年にはシンガポールで捕虜になった英国兵804人を収容して校内の採掘作業に従事させたり、またその翌年には台北刑務所で服役中の囚人まで労働力に組み入れるなどありとあらゆる手段を講じて増産に励んだ。日本軍による連合軍捕虜の扱いは熾烈なものであり、 摂氏54度の国熱の洞窟内での強制労働及び制裁という名目での虐待が日々横行していた。赤痢や栄養失調、医薬品の不足により死者が続出し、死んだ仲間の棺に置かれた備え物に手を出すまで、捕虜たちは精神的、肉体的に追い詰められたという。日本工業は金化石の地下をくまなく掘り尽くし、ついには 海面下200メートルの深部にまで達した。これは山の本来の標高を600メートルを加算すると地表から800メートルの深さとなる。地表から約20メートル間隔で雲の巣のように張り巡らされた水平行動は40数層にもなり、それを無数の大小立て車高ががないでいた。しかし太平洋戦争も末期に近づくと鉱山の業績も折りかになり、 1943年に金の生産が中止、翌1944年には銅の生産も中止となり、やがて終戦を迎えると鉱山は一時閉山となった。第二次世界大戦後、中華民国政府は金化石を没収し、近藤公務局設立準備どころを設立、10年後の1955年には金化石鉱山を再度組織し直し、 台湾金属工業古墳有限工師が設立された。戦後の採掘処理技術や作業方式はすべて日本工業の残したモデルに従い、止めようされた技師たちの指導で順調に進んだが、当時台湾には金属の精錬所がまだなかった。そのため、新しく金化石に金銀精錬工場を、また水南道に沈殿道を精錬するための要項炉。 反射炉と電源工場を建設した。金化石は一時的に活気を取り戻したが鉱脈は次第につき多角経営に乗り出したものの1985年に廃業を決めた。およそ90年間にわたって掘られた坑道の総延長は6 0 0トル以上に及ぶ。確実な資料は残っていないが金化石鉱山90人の総生産量は 荒香料、約2500万トン、純金120トン、純銀250トン、同25万トンに上るものと推定される。新朝統治時代日本統治時代中華民国、統治時代現在日本統治時代の黄金神社1930年代、半ばの金貨石膏山は日本工業のドル箱と言われており、福利厚生施設も行き届いていた。最盛期は、 人口約1万5000人を数え、映画館だけでも3つもあり、学校、郵便局、合宿、病院、旅館、日用品供給所、プール、テニスコート、陸上競技場、武道館、相撲場、弓道場、神社、寺院、仮装場から、共同墓地までありと、あらゆる設備が整っていた。金華石膏山の社宅では、 燃料に当時高価だった電熱だけしか使わなかったという。1933年、この地に建立されたのが、通称山の神社と呼ばれた黄金神社である。この社の祭りは、毎年7月15日のお盆の日。会社は15、16の2日間を高級とし、その前日、甲府は出港の時にくじ引きで、増産省として金一風をもらう。 豚肉一斤の値段がわずか二十五銭だった当時、賞与の金額は最低でも二円で、最高の特別賞与は当時としては破格の五百円であった。祭りの日は、山の神社の参道を、上りや旗が埋め尽くし、石道路を、神道路に、明かりが灯され、美しく着飾ったう子たちが参景に急ぐ。昼間は金、銀、銅をもじってき、白、紅に彩られたみこしを、 小学生たちが担いで部落を練り回り、夜になるとホテルの前提にあるテニスコートで盆踊りがあった。盆踊りは夜中まで続き、花火が休みなく夜空に打ち上げられたという。金華石膏さんには解説当時の精錬施設、地下行動、鉱山事務所、日本人宿舎など建造物がそのままの形で残っており、重要な近代解散である。現在、 台湾政府では、金華石膏山とそれに関連する集落を世界遺産に登録する取り組みが進められている。2003年、行政院文化建設委員会文化資産管理所、準備室において、水緊急工業医師として世界遺産へ推薦することを了承し、台湾の世界遺産候補のうちの一つに加えられた。金華石黄金博物園区金華石の町は、 鉱山施設や黄金博物館などの施設と日本統治時代の建物からなる金化石、黄金博物園区として整備された。採掘の様子が再現された行動や運搬に使われた線路、日本人宿舎や甲府食堂などのほか、当時皇太子だった昭和天皇が訪問する際に建てられた日本建築の大使品館も残されている。黄金博物館は、 鉱山事務所を改築した金の博物館である。金化石の工業や文化を伝えていて、砂金取りも体験できる。博物館には世界最大級の金塊が展示されていて、これはギネスブックに登録されている。建物脇の本山五光では、行動見学ができ、行動の中に入ることができる。日本統治時代に、当時の皇太子が金化石の鉱山産業を視察する。 際に、迎賓館として建設された純和風の建物。ありがとうございます。